新型コロナウイルスの影響で定期的な歯科受診を中断したり、生活習慣が不規則になったことで口の健康状態が悪化している人が増えています。週刊健康マガジン、今夜のテーマは新型コロナウイルスと歯科医院受診。長崎県歯科医師会の西野先生にお話を伺います。口の中の状態が悪くなると新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスに感染しやすくなる恐れがあります。ウイルスや細菌は主に鼻や喉の粘膜から体内へと侵入します。汚れた口の中には多くの細菌が存在します。細菌は強力なタンパク質分解酵素を分泌し、口や喉の粘膜にダメージを与えます。すると粘膜にウイルスが付着しやすく、さまざまな感染症にかかりやすい環境になってしまいます。特に新型コロナウイルスは舌を経由して体内に侵入することが多いと言われていて、予防のために口の中を清潔に保つことが重要です。また介護を受けている方の場合は、唾液内の細菌が増えることで誤嚥性肺炎を発症してしまう危険性があります。乳幼児の場合、健康状態を定期的に確認・相談するために適切な時期に検診を受けることが推奨されます。これまでに歯科治療を介しての新型コロナウイルス感染の報告はありません。歯科医院では器具の滅菌やマスク、ゴーグル、手袋を着用しての治療といった標準予防策に新型コロナウイルスの流行前から取り組んでいます。現在はさらに高度な感染症対策に加え、職員の検温や健康管理などを徹底して行っています。歯科治療の際は感染の流行状況、患者の全身状態、口の中の状態を歯科医師が総合的に検討し、処置内容を判断します。ご自身で治療が不要不急か判断せず、まずはかかりつけの歯科医師にご相談ください。週刊健康マガジン、次回は口腔の健康と全身の健康についてお送りします。